プロコフィエフ作曲バレエ音楽シンデレラ作品87をお送りします。プロコフィエフのバレエシンデレラは、第二次大戦中の1940年頃から書き始められ、1944年に完成。初演は大戦後の45年11月でした。戦争中ですので、これはまあ全ての人にとってもちろん大変な時代ではあったのですけれども、プロコフィエフにとっては特に厳しい時代だったというふうに言えそうです。まず第一に、プロコフィエフは西欧からソ連に帰国したばかりで、そのソ連の体制に馴染んでいることを示さねばならないという時期でした。彼がソ連に帰国したのは1936年です。もちろん彼なりの目算があってのことだったとは思いますが、しかし古い知り合いでもあったメイエル・ホリドが投獄処刑されたりしたことからも明らかなように、プロコフィエフはいつスターリン主義者たちの槍玉に上がってもおかしくないような状況でした。彼は体制に何とか順応しようとして、スターリンへの祝辞のような作品も書いています。このシンデレラという題材の選択もやはり社会主義的に見て無難だったということも作用していたのかもしれません。ただ後で見るようにこのプロコフィエフ版シンデレラには相当辛辣な面もあって、内容的には彼がここになんとかモダニズムの最前線の美学を生かそうとしていたというふうにも見えます。さてそのシンデレラですが、今では我々はアメリカのアニメーションのイメージがあまりにも大きくて、なかなかその元の姿っていうのが想像しがたくなっています。もともとはヨーロッパの各地で語られていた民話の一つでした。我々がよく知っているのはフランスのペローの童話集に収められた形ですが、ドイツのグリムの収集したものになるともうすでに十分残酷な面が含まれてきます。さらにこの話にはいろいろなバリアントがあって、ついには9世紀の中国にまでその類話があるということなんですけれども、これを発見したのは日本の水方熊楠で、それを紹介しているのは中澤慎一さんです。ですので、シンデレラというのは実は非常に射程の深い神話的な物語でもあって、そのことはあの滑らかなアニメーションのイメージが行き渡った現代の我々からするとちょっと見えにくくなっているということです。プロコフィエフにとってもシンデレラの物語というのは我々のイメージとは幾分違うものとして映っていたように思います。バレエシンデレラは、例えばカボチャを馬車に変えてくれる魔法使いが最初に物乞いの女として登場するといった要素を除くと、ペローの童話をかなり忠実にたどってはいるんですけれども、ただシンデレラの二人の姉は男が演じても良いというようなことになっているところからすると、実際の舞台が与える印象はただのうっとりさせる夢物語を超えたものを持っていたようです。そしてこの印象はもちろんプロコフィエフのどこかほろ苦い音楽によってより強められているというふうに思います。このバレエシンデレラについては作曲者自身がアレンジした組曲などいくつかの組曲バージョンが作られているんですけれども、今回演奏されたのは指揮者の井上道義さん自身が抜粋したものです。音楽のつながりももちろんですけれども、オリジナルのバレエの筋書きに沿って並べられていて、全部で12曲が選ばれているんですけれども、この12曲を聴くだけでも物語の概要がたどれるようにと考えられたようです。ですのでここでそれらの曲名を紹介しておきます。まず女装、そして父親、そして仙女のおばあさん、仙女っていうのは仙人の仙に女という字を書きますが、これがまあ、我々が知っている魔法使いにあたる女性ですね。そして踊りのレッスン、舞踏会に着いたシンデレラ、グランワルツ、来客へのごちそう、王子とシンデレラのパドゥドゥ、ワルツからコーダ、真夜中、シンデレラが帰らなくてはいけない真夜中の鐘が鳴るシーンですね。それから王子の最初のギャロップ、愛を込めてというふうに続いています。真ん中あたりの来客へのごちそうという曲名は
シンデレラが王子様に見初められるその舞踏会で、来客に振る舞われた3つのレンジのことを示します。これもこのバレエ独自の要素なんですけれども、ここでプロコフィエフは自分の20年以上前の作品であるオペラ3つのレンジへの恋から、その旋律を引用したりしています。指揮の井上道義さんは大阪フィルハーモニーの首席指揮者を2014年の春から務めています。最初の年は井上さんが病気になって、舞台から遠ざかるというような出来事がありましたけれども、もうその後随分元気になられて、この演奏会でも本来の井上さんらしいスマートさと茶目っ気が復活していました。それでは井上道義指揮、大阪フィルハーモニー交響楽団の演奏でプロコフィエフ作曲バレエ音楽シンデレラ作品87抜粋をお聴きください。
Thank you.
井上道義式大阪フィルハーモニー交響楽団の演奏で、プロコフィエフ作曲バレエ音楽シンデレラ作品87からお聴きいただきました。この音楽については、聴きながらいろんなことを思いましたが、自分の作品の旋律が出てくるとかですね、それから、真夜中になると鐘がちゃんと12個鳴るとかですね、仕掛けがいろいろあって面白く聴けるんですけれども、少しそのセルフパロディというか、自分で自分の題材を茶化しているというようなところもあって、このシンデレラという話も、半分どこまで本気で撮っていいのかというような感じがするところもあります。でしかもプロコフィエフは、そういう自分の作曲の姿勢がソ連の当時の体制にどこまで通用するかというようなことを恐る恐る試しながら書いているというようにも聞こえて、その両面がですね、この音楽の面白さになっているかなというふうに思いました。井上さんと大阪フィルハーモニーの演奏は、非常にストレートな演奏だと思うんですけれども、楽譜をストレートに実現しているというその分ですね、今言ったようなその両方の意味がよく聞き取れて、なかなか楽しめる演奏になっていたかと思います。で、まだ時間がありますので2010